さんがありますね、工場が。道なき道を、あ、これはまだ道あるやな。これね、多分今ね、
青いのこれ9号線を映しとると思います。もうちょっとしたらなくなるんだな。あそこの山形湯のあれちょうど、トイレ休憩やったしな。いっぺん行ったけど、おうもうしゃびれてたの。そうや、私のドライブインとかなくなってきてるし。はい、道が道行っております。あーこれね、はい、なんか待ってた、めっちゃブレた。しゃあない。800m、 もうこのトンネル越えたらすぐやな。あ、そう、味分の里。ああ、はい、ね、はい、本日2か所目の、道の駅近づいてまいりました。さあどうやろう、多分降りられへんの違うかな。まあ聞いてみましょうね。U ターンはできんかもしれない、はい、はい、ではここ、はい、左に入っていきます。ここも星野さんあったんちゃうの。あ、星野リゾートか。星野さん、あれ、ま、あれそうなん、あんまりとっととか。そうやろ、確かそうやね。おお、ユリが咲いてます。歩く姿はユリの花。めっちゃカーブやね、めっちゃカーブやね。なんかの同じような服着てはる。ああ、 T シャツ水色の。ほんまや、ちょっと多いな、ここ。あっち止めたのかな。ちょっともうここで。ああ、一回止めて。はい、本日2か所目の、道の駅こんな感じです。わあ、今日人多いわ、めちゃくちゃ人多いですね。こちらにね、ちょっとこう看板があります。さっきこれ見せましょう、これ見ましょうね、はい、はあ、こんな感じでね、これね、京都のね、北部の方の地図です、はい、ただいま現在地はここでございます。で先ほどのね、ったとこが、はい、この辺ですね、はい、では進んでいきます。はい、わあ、いっぱいですわ。こんな感じですね。あ、わ、なんかいい匂い。はい。こんな感じですね。あ、インフォメーション、そうそうそう、インフォメーションで聞かないかんねんな。道の駅スタンプ9時から、え、どこやった、なんか書いてあったね、スタンプ言って。まずさっき聞こうか、ちょっとインフォメーションでちょっと聞きますね、はい、すいません、ここって一般道に降りれるかな、降りれる、今亀岡からこっち向いてきたんやけど、どういう順路で降りれる。うん、亀岡に帰れるように、うん、あっちの方、日吉の方に向いていきたいんけど、その目の方に一般道で。あ、はいはいはい、うん、今こう来られたんですね。うん、そうそう、でここにおられます。うん、はい、で日吉の方に行くには、うん、とりあえずここまで行っていただかないと。あ、やっぱり
ここでほな降りられないです。やっぱ降りられへんのか、うん、こっちしか行けないんですよ。ああやっぱりね、スマートインターではないで、ここでこう行かれるか、それとも降りて、うん、この9号線の赤いところ、はいはい、ずっと行って、で、まあ、丹波インターから乗られてもいいし、日吉でしたら、このマーキスの後ろの日吉、こちらの方の不動から入っていただいて、ああ本当に分かりました、はい、これも持ってきます、はい、スタンプでどこで押せるの。あ、ここか。はい、こうスタンプは1箇所だけやんね。はい、あとサービスカウンターの同じ。はい、では行きましょうね。ここは味物里。はい、ではあなたどうぞ。はい、はい、ひろこちゃんが押しますね。ちょっと待ってや、これ持っとこうか。また全然持ってくれ、ごめんなさい、はい、さあうまいこと押せるかどうか。ここや、ね、ちょっと待って、はな、こっち向くわ。こうですね、ここやね。はい、でぐり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 、はい、渾身の力を込めて、はい、前後左右いきます。あ、上手ですね。バチいい歌でひっついとってんの。はい、2軒目、本日2軒目のスタンプ、近畿道の駅京丹波味物里でございました。はい、という感じです。すごい美味しそうなの。実演コーナー、はい、こうね、いろんなのをねこう詰めてますね。は、あ、これは巻き寿司ですか。で、これなんか、あ、美味しそうなご飯、はい、ここはこれ、はい、お赤飯ですね。あ、うわ、いや、いいな。わ、あの、にこの椎茸美味しそう。このお姉さんね、はい、詰めてくれはるんだけど、あ、これか。なんかあれ、あの、うん、あの、わっぱのお弁当。もう子供ね、ここなの。はい、こんな感じですね。あ、ここ。次、こちらは製麺所でございます。あ、今ちょっとね、京丹波製麺所、地元のみずほのそば粉で。本日は終了いたしましたやって、うん、早いでこれ、はい、これ先ほど、亀岡の道の駅で買ったコロッケ食べてます。これコロッケの方へ、コロッケ、あ、ちょっとこの一口ちょうだい、はい、コロッケいただきます。はい、あ、おいしいわ。ごっつ、うん、